10番線ホームから12時29分の乗り換えです。夜はエポック TV さんとご飯を食べました。ケスケです。今ハンバーグを食べてポテトを食べてます。明日は一緒にバドミントンしましょう。こっちだけ大会です。はい、うん、名前なんでしょう。いやー、鉄がと難しいよね。これはすっげー難しい、うん、あ、し島田は分かりますよね。うん、あ、よかったよかった、はい、まあ、このこっちの方、うん、この読めないと思います、ね、なかなかない字なんで、あれをどう読むかによっても、まあ、まあ、なんとか鉄なんでしょ。ほうほうほう、え、なんとか鉄じゃない。そこで止まってるんや、そこで止まってるんや。え、そのレベルなんすか。名前からちょっと、じゃあ、あの名前は調べてないですか。じゃあ、あの下の名前の漢字でどこに鉄が入ると思います？え？って考えたら、あれ鉄ちゃうやんって。ちょっと待ってね。わあ、まあそこ止まりか。ちょっと待ってよ、まだ鉄入ってると思ってるか。まさか鉄が入っていない。その段階、まだもうその段階入ってない。え、高行き。おお、正解。マジで鉄どっから来たの。鉄は、これじゃあ初めて動画で説明するんですけど、僕の高校時代の2校上の先輩が、僕が1年生の時に、お前浦安鉄筋家族に出てきそうだな、今日から島鉄なって言われてから、高校1年生から大学、まあ、大学でもその先輩一緒の大学行ったんで、大学もだから高校3年間プラス大学の
その先輩が卒業する前に2年間かな、うん、2年か3年間まで島鉄を使い続けて、うん、まあこれ歯止め効かなくなって島鉄、うん、まあなんなら高校3年生の時にバト鉄が始まってるんで、うん、もうその時点でもう島鉄でありバト鉄だったっていう、うん、で高幸って呼ぶ人は、うん、まあ世界に5人だけしかいないんですけど、うん、お母さん、うん、お父さん、うん、お姉ちゃん、うん、おばあちゃん、うん、清正っていう、うん、清正っていうのはこがけやの子ですね、うん、だけが俺のことを高幸って呼びます。なので今高幸って呼ぶと6人目になります、うん、じゃあ今日はご飯ありがとうございました。高幸いつもありがとう。よし、一気にガラッと変わった感じなんて。でも、ヘッドはね、ちょっと、うわー、何それ2人目だ、今夢2人2人今ポートレートで行こう。もう一回。いいやつやと思って。はい、チーズ。あ、いいね。ありがとうございます。いや、美味しそうだな、めっちゃ。いやー、うまい。そう。あ、前ありました。マジで。今日一日ありがとうございました。お疲れ様でした。また宮城来るのでその時は一緒に売ってくれるかな。いいとも。ありがとうございます。